いざ続き。はあ、なんでため息が出たんだろう。ちょっと待って違う違う、掛け声違うよ。ため息じゃない。はい、ってことになっていきましょう。どうもラルでございます。なんかマイクの調子大丈夫、これ気のせいか。ああ大丈夫ね。はい、さあということで今回もスマホ版にゃんこれ戦争ほんわかの方でやっていくわけなんですけれども、なぜかですねちょっと掛け声がため息になってしまいましたけれども、ちょ最近ちょっと疲労が溜まっててね、ちょっと体調崩したりとかね、ちょっと死にかけなんですけれども、いやそれに負けずに張り切ってやってまいりましょうか。さあ、ということでじゃあ早速本題にさあということでじゃあ早速本題に入りましょう。んで今回ですねやっていく内容に関してははいこちら、今回も引き続きレジェンドストーリーゼロの方を挑戦していくわけなんですけれども、今回もの最果てに挑戦していこうかなと思います。いざ最果てに。さあということで早速やってまいりますか。で今回に関してはですね、こちら夕焼けのハドロンから、挑戦していくわけなんですけれども、前回に関してはですね、そうこちらのね2つのステージやったんですけども、なかなかえげつかったね敵に関しては。なのでまた今回もね、なんかどぎついのが来そうな予感がするので、まあ、何が出てくるのか楽しみながらやっていきましょうか。編成はどうしようかな。何が出てくるか全くわかんないから、とりあえずちょっとアルマゲドンところをちょっと変えましょうか。どうしようかな、何がいいかな。じゃあ黒いずつツッコミーノで、ブランカのところ、どうしようかな。これも変えるか。なんか悪魔が出てきそうな予感がするんで、じゃあサトルク入れましょうか。よし !OK! じゃあこんな感じでやってみましょうかね。まあ鳥獣対策と悪魔対策もしつつやってまいりますよ。さあ、ということでじゃあ早速参りましょう。いつじさあ、ということで、夕焼けのハドロンに関しては何が出てくるんかな?うわー、しょっぱなからアリアントが来てるんだけど、ちょっと待てよ、大丈夫?対ゾンビのさ、対策何もしてないんだけど、うーわー、エイリアン。待って、ブランカ外さなきゃよかったんだけど、うわー、これどうしよう。いけるかな?まあ、いいか、とりあえずこれで、ちょ、待って、アリアントがすげえ嫌なんだけど、ちょっと、やめろ、ちょっと落ち着いてくれ。ちょっと、うわー、これ大丈夫か。こっからだってさ、まだあれでしょ、ボス戦の方があるわけでしょ。これ怖えな、めちゃくちゃ、やめて、ちょっとアリアント。やめて、ちょっと。いやー、どうだろう。ちょっと待ってよ、黒いずでなんとか、あー、よし、飛脚がやってくれましたね。そんでもって、うわー、なんで?なんかさ、ちょっと待って、前回から結構エイリアン多めじゃないですか。うわ、マジか。予想が全然だね、これね。いけるかな?ちょっと怪しい。ちょ、まあ、やめろ、アリアント。お尻大きくしないで、そんなに。やめてください。いやー、どうだろう。ちょっと待って、イノバルカン、とりあえず一回ノックバックした?まだしてないよね。これしてないよね。クロイズがめっちゃ頑張ってる。クロイズがめっちゃ頑張ってるんだけど、あー、やられたか。いやー。大丈夫?なんかこれも怪しいよね。これをさ、仕切り直しの方が良さげな感じするけど、まあ、まだやってみ、頑張ってみよう。いや、待って、もうちょっと、ニャンマさんが秒で消えたんだが、やっぱダメみたいだね、これ。いやー、マジか。いやー、空振ったわ。なんか今回ちょっとダメみたいですね。前回からちょっとあんまり良くないわ。え、だからなんかこれ以上もなんか出てきそうな予感しないね。うん。じゃあこいつら倒せばいいんでしょ。じゃあとりあえず、ブランカさん入れましょう。さあ、ということで、サトルくんのところをですね、ブランカさんに入れ替えてやっていきましょうか。はい、ブランカで。で、そうだ、あとゾンビも出てきてたからさ、せっかくだったらこれ第3形態の初号機入れましょうか。じゃあここでいいんじゃない?よし。そんでもって、あとは飛脚がちょっと微妙なラインじゃないのかなと思うんで、その辺はとりあえずそうだな。まあいいか、ゾンビ対策でマスター突っ込んでおくか、念のためにね。よし、じゃあとりあえずこれでやってみましょう。いけるかどうかわかりませんけれども。な、再生。いやー、今回も一筋縄じゃいかないようですね。もうここでとりあえずもうブランカ突っ込んじゃうか。これでとりあえず、もう先に倒しちゃおう。その方が絶対楽な気がする。
いけるか、ブランカ、もう一発、もう一発、もう一発、よし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 、いいぞ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 、よしよしよし、二の丸感が来る前にどうだろう、いけるか、ちょっと微妙なラインだな、もう一発、よし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 、やってくれたね、よし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 、ここまで来れば、まあ大丈夫そうじゃない、ほら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 、もう大丈夫だよ、もうここまで来れば大丈夫じゃないですかね、ちょっと初号機が遅くなりましたけれども、まああとはとりあえず壁出しながら、こんな感じで様子見ていけば大丈夫じゃないかな、もうこれ以上何も出てこないよね、これで出てこられたらちょっと困るけれどもね、わからないけど、ちょ待て待て、ちょっと待った、もうこのもうよし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 、このね手羽紫がちょっと邪魔ではありますけれども、あとはこのデカメガメガが邪魔、いやもうやめろやめろ、やめてくれやめてくれ、もう結構よし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 、であとはそうだね、ブランカがもうじきで2周目がアリアントが怖い、お尻が大きくなってる、やめてくれやめてくれ、あ危ない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 、じゃあここでブランカ投下でございます、よしこれでとりあえずイノバルカは撃破できる、うわもうなんかやばい、うわ初号機消えた、マジかよ、くそーこのデカメガメもうやめてくれ、もうちょっといや結構でも強いな、なんかみんな強くない、気のせい、さすがレジェンドゼロですね、なんかエイリアンがすげえ強く感じるんだけど、やっぱなんかちょっと変わってるんですね、数値の方もね、もういいや、よしよし、もう大丈夫でしょう、ここまで来てもう押されることはないとは思うんですけど、もう押されたらやばいよ、これもうケツデカ野郎やめてくれマジで、やめろやめろ、大きくならないでお尻が、もうやめてほしい、よし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 、 OKOK、 よし頑張ってるニャンマさんがいい感じで、もうやめろ、もうなんかないやらしいとこ出てくるんだよね、この手羽紫がすげえ厄介、本当にこれがないだけですごい変わるんだけどな、もうやめろマジで、もうほんとこれだよ、ちょっと粘ります、よし、オッケー、とりあえずノバルカン倒せたけど、ちょっと、やっぱなんかみんな強くない、なんか気のせい、俺が弱いだけか、なんかすごいさ、なんかきつく感じるんだけど、なんか、気のせい、まあまあまあ、なんとかクリアできそうだからいいんですけどもね、ちょっとやばい、思いのか結構時間かかっちゃったぞ、ちょっと次のステージでもう、とりあえず今回終わりになっちゃうね、まあそしたら、まあそうだね、最果ての、なんだっけ、なんとかの最果て、もうステージ名忘れちゃったけど、あ、時空の最果てだ、またあれだね、次回に持ち越しじゃないですかね、最後のステージね、これ多分いけないと思うぞこれ。さあということで、お次4つ目でございますね、猫耐性理論、なんだこりゃ、なんか相対性理論じゃなくて猫なんだね、これは何が出てくるんだろうな、もう謎だよね、まあいっか、またとりあえず編成に関しては適当にやっていきましょうか、いやなんかな、属性が予想外なんだよね、なかなか当たらないんだわ、まあ、またとりあえず黒い図突っ込んで、まあ次こそは多分鳥獣出てくるんじゃないのかな、じゃあ飛脚入れとこう、よしじゃあこれでやってみましょうか、もうなんだかわかんねえや、もう何が出てくるか全くわからないんで、もうとりあえずもう物は試しでございます、さあ参りましょう、なんかさあということで、とりあえず今回に関してはこれで最後にしようかなとは思うんですけども、うーわーこの城がさ全部1ってなんか怖いんだよね、何かがありそうな予感がするんだけど、ちょっと待ってよちょっと待ってよ、これうーわ古代種かまた外れたようわまあいいかさあ、これは多分あれでしょう、城攻撃したらボス戦が始まるパターンじゃないですか、何が出てくるのか、いやーどうだろう、まあ勝敗が早くつけばね、ちょっともう一回再挑戦してもいいかなと思うんだけど、長引くんであれば、うわまたハニワオマンだわ、わからん、これはわからん、これはわからんぞこれはわからんぞマジで、いやーやめろやめろやめろ、もう待てよ、うわーちょっと待てよ、ちょっと待って待って待って、波動がすげえ厄介なんだけど、思うのが厄介、よし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 、こっからだよ、こっからボス戦が何が出てくるかなんだよね、いやーなんだこりゃ、普通のさホワイトサイクロンなんだけど、いやでも無理だよねこれね、これこれ無理だよね普通にね、これこれこれ無理だよ、ちょ動き止めるキャラクターとかいないからさ、これちょっときついでしょさすがに、さすがにちょっときついわこれは、うわうわうわこれはちょっと、あこれもう一回戦うかこれ、これちょっと待って再現するわこれ、ちょっと戻りましょう、ちょっとサクッと編成変えていきましょう、いざ再戦、なんかちょっと強い強い強い、やめろやめろ、落ち着け、一旦落ち着いてくれ、
いや待てよ、あんまりお財布ダメが全然できなかったんだけど。うわ待って、トゲが出せなかった。いやーこれはちょっと怪しいな。ちょっと怪しいな。いやーこれちょっと怪しいでしょ。これはこれはちょっとダメだな。とりあえずサイクロンを倒しておきたいんだけど、いやーこれちょっと重いのが全然お財布ダメできんかったよ。古代史が思いのほうが邪魔、勘弁してくれ、よし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 、オッケー。とりあえずサイクロンさえ倒せれば、あとはもうこっちのもんなんだけどね。あーもうやめてくれ。うわ早くも消えたか。いやー確か、でもこれもう やばいでしょこれ。これギリギリちょっともう無理じゃないこれ。うわーマジかよー。あもうここで倒すんかい。ちょっと待って、ちょっとここでちょっと倒さないでよ。もう俺もう無理かと思ってたのに。ちょっとちょっとやめて。あもうこういう時にキャノンブレイクだったらすごい楽なのにな。うわもうマジかやめてくれよ。あはは嘘だろ。もうこういう時なんだよ。こういう時にいつもいけるんだよ。もう諦めた末にね、なぜか光が見えるっていうね。もういやいけたわ。よかった。よし、オッケー。じゃあ、とりあえず、今回はクリアで締められそうですね。びっくりしたわ、マジで。勘弁してくれよ、もう。強えわ。意外と強い。びっくりするぐらい強いわ、敵が。やばいな。今後が怖すぎる、マジで。よし、オッケー。で、クリアでございまーす。以上。はい、ということで今回もですね、こちらレジェンドストーリーゼロでございますね、時空の最果てに挑戦いたしました。まあ、とりあえずなんとかですね、今回も2つのステージクリアすることができたので、次の次でラストかなと思いますので、また次回ですね、次回は何これ、陽子と中性子とエツコでいいのこれ。やっていこうかなと思いますので、よかったら次回も見ていただければなと思います。ということで今回動画の以上はグンガンガンガン、あということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。